どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回はマイクラでピクミンサバイバルやっていきたいと思います。でですね、私の後ろに赤いものがあると思うんですけど、あちらがですね、早速ちょっと待って、ヤンキー集団いるんだけど、あちらがですね、オニオンっていうピクミンを生み出すものなんですけど、柵で囲われてるじゃないですか。ヤンキー集団に守られてるんだよね。だからピリシャを倒さなくてはいけない。待って、あれ、いなくなった？今チャンス、待って、チャンスじゃね。これがオニオンです。で、このオニオンを仲間にするには、こちらの砂糖をね、与えます。はい、ハートが出ました。そうするとね、ついてくるんですよ。ほら、やばい、来た、逃げよう、やばい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 、ピリシャ、ヤンキー集団が来る、オニオン、オニオン、オニオン、かわいい。はい、ということで、こちらが赤ピクミンのオニオンでございますね。うわ、すごっ、めっちゃ本物っぽいわ。で、これをですね、このように立たせることができます。そうする、あったピクミン、赤ピクミン、あー、かわいい。こちらが赤ピクミンですね、かわいい。引っ込んでいきます。おいしょ、来たー。かわいいな。ちょっと待って、で、これちゃんと投げることできるんだよな。ほら、かわいい。で、もちろんこの赤ピクミンはこうやってね、ぶつけて戦わせることができるんですよ。しかも強くない？ほら、お、ちゃんとくっついてる、ちゃんとくっついてる。おお、もうちょい行け、もうちょい。あ、いいね、いいね。あ、蜜出した、蜜。まあ、本来だったらね、これをね、ピクミンに吸わせることで、まあ、ピクミンがね、葉っぱから花ピクミンになったりするんだけど、このマイクラの世界ではね、これ直接オニオンに吸わせます。はい。そうすると、ピクミンをね、出してくれるんですよ、このように。で、これを引っこ抜くと。で、この世界ではどうやら6種類のピクミンがいるみたいなので、今回はピクミン全種類集めるのを目標にやっていきたいと思います。ではでは、ピクミン知ってるよ、好きだよって方は、チャンネル登録、高評価、そして何ピクミンが一番好きかコメントで教えてください。ということで早速、レッツゴー。はい、では早速ね、まあ、ピクミンはね、やっぱ数で勝負っていうのはあるので、ピクミンを増やしていきたいと思います。で、増やし方の一つとして、こちらになんか草が生えてると思うんですけど、これがね、オニオンの栄養素となるペレットっていうものをね、生み出す草なんですよ。これを成長させるにはね、一回回収して植え直すんだよね。もしくは、骨粉とかでもね、一気に成長させることはできます。例えば手元に骨粉がないので、あ、待って、え、キーピクミンのさ、ポンガ仕草があるんだけど、ポンガ仕草っていうのは、ピクミンの色を変えられる植物ですね。この中に赤ピクミンを、おいしょ、入れ込むと、入ったね。キーピクミンに変わるんですよ。やったー、イエーイ、キーピクミンゲット。で、もちろんね、ピクミンによってそれぞれ特徴があるのでね、そういうのを使いこなしてサバイバルしていきたいと思います。ただ赤ピクミンもまだ少ないから、あ、待って、ペレット咲いてんじゃん、早速。じゃじゃーん、こちらですね。あ、これ、キーピクミンのペレットが。っていうことはね、キーピクミンで増やした方がいいね。あ、草がっちゃってる、草がっちゃってる。あ、ちょっと待って。こういう時は、ピピー。そう。ちゃんとホイッスルでね、ピクミンを呼ぶことができるんですよ。はい、キーピクミン、これ。そう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 。で、これちゃんとね、私のところに持ってきてくれるの！偉いよね、可愛いよね。まあ、これ、キーピクミンのペレットだから、先にね、キーピクミンのオニオンを見つけたいよね。あとは、まあ、シンプルに戦うだね。ほら、赤ピクミン頑張れ！いけ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 ！ちゃんとくっついて戦うのすごいの。おー！蜜出してくれた、ナイス！これでまた、赤ピクミンを増やすと。はい。1個じゃ増えないのかな？今2個目。2個で1匹出るのかな？もしかして蜜は。なるほどね。あ、咲いてるね。あ、これ白ピクミンだ。白ピクミンのペレットもあるね。赤ピクミン、あ、自分の色じゃないとこれ取ってくれないのかな？同じ色じゃないと取れないのかな？もう一回赤やってみるよ。赤取らない。でも黄色だと取る。あ、そうなんだ。自分の色しか取らないんだね。そっかそっか。まあ、そういうところも可愛いな。うん。まあ、そしたら、ちょっとここにいてもあれなんで、他のピクミンのね、オニオンとかも探していきたいと思います。で、このオニオンを移動させるには、おいしょ、こうすることでついてきます。
便利だよね、本当に。そしたら、ベッドも欲しいし、羊毛集めつつ、あと蜜も欲しいから蜜も集めようと、集めようと。え？壁の中で窒息死？ねえ、待って！ねえ、ちょっとさ、私マイクラでもピクミンが死ぬの見るなんだけど、マジで。ねえ、嘘でしょ？悲しい。ピクミンが死ぬ音、本当に嫌だ。大丈夫？ありがとうね。ごめんね。いやー、私そう、ピクミン実況をやってるんですけど、もうピクミンが死ぬたびにね、もう絶望を毎回感じてるんですよ。そんくらいピクミンが死ぬのが嫌でね。だからちょっと今回のね、マイクラピクミン実況も、かなりしょげた顔をすることが多いかもしれない。あ、待って、ここにも、ポンガ仕草発見。これ白ピクミンのポンガ仕草かな。よし、じゃあ早速ちょっと、ここで白ピクミン増やしてみるか。2匹。おお、もう、生える音いいよな、ポンって。かわいい。よし。じゃ、早速ちょっと鶏さん戦ってみるか。白ピクミンもね、ちゃんとほら、毒があるんですよ、毒。すごくない？おー、ありがとう、ありがとう。こうやってね、戦った後さ、ドロップアイテムを拾ってきてくれるの嬉しいよね。白ピクミンには毒があるということでね。頑張れ！そう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 、ナイス！あ、羽ピクミンのポンガシグサ発見！やった！でもさ、ポンガシグサよりもその前に、オニオンをね、見つけたいんだよね。あ、待って。あそこに柵が見えるな。あれはオニオンが囲われてる柵だと思うから、戦わなきゃいけないんだけど、ちょっと待ってよ。私今装備がさ、ないから、これはね、捨て身作戦で戦うしかないな。ピクミンで戦うこともできるけど、ピクミンがやられちゃいそうな気もするんだよな。いやでもそれだったら意味がないんだよ。うん。ピクミンで戦わせなかったら、ピクミンサバイバルの意味がないから、私も戦いつつピクミンと一緒に頑張ろう。まあ、とりあえずね、木材集めて、作業台を作って、ベッドを作ろう。そうすればね、何回でもね、すぐリスポーンして、ゴリ押しで戦えるからね。よーし。じゃあ、待てよ。あそこに、何色のオニオンがあるんだ？青ピクミンだ。青ピクミンのオニオンがある。てか、そのさらに奥にもあるじゃん。オッケー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 。じゃあここでリスポン設定して、行くぞ。来るよな。どうする？投げるか、投げてみるか。いけ、よし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 、頑張れ。いけいけ、白ピクミンも頑張れ頑張れ。よしよしよし、私も戦う。はい、痛い痛い痛い、倒した、倒したの。ナイス、強い。まだいるまだいるまだいる。いけ、頑張れ。白ピクミンも、キピクミンも、いけ。よし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 、やばい、死ぬ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 、私死ぬ私死ぬ。おー、ドッピケミンが戦ってる。どうだ、戻ってきた。あ、生きてる。ナイス。赤ピケミンは痛ー、ナイス。え、待って多すぎない？待って待って、え、無限は切るの、もしかして。これはもうすぐに今、ちょっと助けて、助けてピケミン、助けてピケミン、助けて。やばいやばいやばい、え、てかすごい、なんか火のダメージ与えてるんだけど。ごめん、ちょ、ピケミンが戦ってくれてる間、あー、誰かやられた。マジかよ。ちょ待って、ちょ、助けて助けて。あー、てかピリじゃ無限湧きするんだけど、これ早く懐かした方がいいな。ちょ待って、ごめん、白ピクミン、白ピクミン助けて。ごめん、私はその間に、その間にこれ懐かせよう。オッケー、懐かした、オッケー。ちょ待って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 、一回逃げよう。天使、やばい。よし寝よう、おやすみなさい。え、ちょっと待って、なんかモンスターが近くにいるから寝れないって言われてんだけどさ、これもしかしてオニオンがモンスター判定になってる可能性あんな。よし、うん、寝れる。うん、オニオンがモンスター判定になってるわ。よーし、あっ、青ピクミンが生まれた。そしたらもうさっさと、あ、ピクミンようこそ。で、移動だ、一旦。よいしょ。そしたらまたこの辺でピクミン増やしていきますか。このペレットをね、育てます。これが赤ピクミンペレットで、これが青ピクミンペレット。よし、じゃあ早速ペレットがね、成長してるんで青ピクミン増やしていきましょうか。ありがとう、かわいいね。で、このペレットはね、このように投げ込むと増やせますので、出てくる数は1匹なのかな。よし、だいぶね、ピクミンが集まったので、そしたらどうしよっかな。ここに羽ピクミンのね、ポンガ仕草あるので、赤ピクミンをね、変えていきたいと思います。とりあえず2匹ほど。あ、いいね、かわいい、引っこ抜きまーす。よーし。こちらが羽ピクミンですね。おー、飛んでってる飛んでってる。よーし、じゃあちょっと戦ってもらおうか。
ハレピクミンはあんまり体力がないんだよね。攻撃力はそんなにないんだけど、ちゃんとね、役割もあって、それが何かというと、両手にハレピクミンを持つことで、ふんわりと飛ぶことができるんですよ。だから、例えばちょっと高いところから飛び降りてみますね。本当だったらこれ落下ダメージがあるんですけど、ほら、ふわーんって、すごくない？いいでしょう。こんなこともできちゃうんですよね。はい、ちゃんと効果があります。お、どうした、どうした、え、なんで、え、なんか、なんか知らないけど勝手にハネピクミ出てきた。どういうこと？ラッキーやったね。で、さっきさ、この奥にももう一つ柵が見えたんだけど、あ、あった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 。あそこ行っていきたいと思います。あそこにもきっとオニオンがあるはずなんで。で、ちなみに6種類いるって言って、すでに私も5種類見つけてるんで、あと1種類見つけたら一応コンプリートであるんですよね。まあ、ただ見つけたら終わりじゃなくて、ちゃんとね、ピクミンの効果を知りたいんだけど、おー、キーピクミンのオニオンだ。ちょっと待てよ、でも待てよ待てよ待てよ。それ略奪者来るから、これちょっと作戦考えなきゃいけないな。赤ピクミンと青ピクミンで戦っていこうかな。オニオンがあるから最悪増やせるし。で、多分ね、無限湧きしちゃうから、もうさっさと柵を壊して、オニオンを仲間にした方がいいな。行くぞ。湧かないことが一番。湧かないことが一番。湧かないなら湧かないでいい。オッケーオッケーオッケー。オッケー、よし、逃げろ。オッケー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 、今回、お、よし、ああ、湧いてる、やばいやばい、違う違う違う。逃げろ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 。ヤンキー集団いるからね。あ、でもバレてないっぽいわ。オッケー、よーし、キーピクミンのオニオンが仲間になった。これでキーピクミンを増やせる。オッケー、さあ一旦ここ安全かな。じゃあここでちょっと待機させて、よーし、おー、キーピクミン産んでくれたね。そう、仲間にしたね。オニオンからは最初一匹ピクミンが出てきますから。おいしょー。じゃあここで、はい、待機と。そしたら、はい、キーピクミン、お帰り。ごめんね、本当にさっきは。ごめんね。で、黄色いね、ペレットが溜まってたんで、これで、キーピクミン増やしていきましょう。よいしょーい。よし、ということで、今ですね、5種類のピクミンがね、仲間になってますね。で、あと1種類いるんですけど、まあ、それがね、何ピクミンかはお楽しみにということで、まあ、私は知ってるんですけどね。で、まあ、増やす方法としては、ポンガシグサを見つけるか、オニオンを見つけるかだね。まあ、でも、なに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 、え？あ、びっくりした。え？ピクミンが死んだかと思った。なんだ？なんかさ、たまに産んでくれるんだけど、これどういうこと？どういうこと？なんか、ポンガシグサ通ったらさ、ピクミン産んでくれんの？これ。それいいよな。うわぁ、あ、待って、紫ピクミンのオニオン見つけた。あったね、今。そう、最後のピクミンが紫ピクミンなんですよね。じゃあちょっと取りに行きますか。で、ちなみになんですけど、キーピクミンって高く飛ぶっていうのと、電気にね、強いっていうのがあるんですよ。で、このマイクラの世界では、キーピクミンは触れたモブにね、雷を落とす特徴があって、敵を燃やせるんですよね。だから、ちょっと、キーピクミンも使って戦っていきたいと思います。ただ、略奪者が来ないことが、なんか声聞こえたな。やばい！ほら！でもキーピクミン投げると、燃やしてくれるんですよ。助けてー！やれ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 、待って待って待って、砂糖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 、ちょっと待って、あっぶな、あっぶな、やばい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 、あー、キーピクミンやれてない？戦ってる、もしかして。大丈夫？なんか運んでる、のんきに運んでる音すんな。よし、懐かせよ。オッケー、紫ピクミンのオニオン仲間にしました。ピピー、戻ってきた。よし、犠牲なし、ナイス。よし、ちょっとこの辺で、やあ、紫ピクミンオニオン、ナイスゲット。さあ、出てきましたね。可愛いんだよな、紫ピクミン。本当にね、紫芋みたいなんだよね。よーし、こんにちは。おー、すごい音が。そう、紫ピクミンは力持ちということでね、パワー系のピクミンなんですよね。だから、敵と戦う時もね、結構強いんですよ。そうだな。まだ青ピクミンの特徴あんまりみんなにね、見せれてないから、青ピクミンの特徴見せていきますか。まあ、青ピクミンは溺れないということで、水中でもね、戦えるわけですよ。なんで、一旦水中で、なんかモブ倒してみるか。あ、待って、魚いるじゃん。魚いるから、はい、魚に向かって、いけるか？どう？ほら、追いかけてる、追いかけてる！おー！ほら、頑張れ頑張れ！やってる？お、やってるやってる！おー、ナイス！まあ、あんな感じで青ピクミンは水中でも戦ってくれます。
さあ、だいぶね、ピクミンたちを増やすことができたので、ここで一旦ね、洞窟に行っていきたいと思います。というのもね、私がこのように装備がないんですよね。だからまあ、せめて鉄装備とかをね、作りたいなっていうところなんですけども、まあ、洞窟危険じゃないですか。まあ、そういう時にね、役立ってくれそうなのは、紫ピクミンですよね。じゃあ、早速、洞窟の入り口を探していきますか。いや、紫ピクミンだいぶ強そうだからな。かなり期待大、平井大ですよ。さあさあ、あー、早速、銅はあるけど。銅はあるけど、どうなんだ？繋がってるか？ゲッ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 ゲのゲッゲッゲッ。やばいやばい、なんか開いちゃった、あー、やばい、どうする。紫ピクミン！行け！紫ピクミン！やばい！うわー！ナイスー！待てよ。このさ、紫のさ、蜜ってもしかして、激辛スプレーなのかな？激辛スプレーって言って、使うことでピクミンたちが強くなるね、薬があるんですけど、これがそのアイテムね。だからこれさ、ガラス瓶を作って、あの蜜をすくい取るとかそういうことな気がしてきたな。ちょっとそれは欲しいわ。一旦上上がろう。よし。で、これから、ガラス瓶作る。これでさ、蜜吸い取れるんじゃね？でももうなくなっちゃったか。時間経ったから、蜜消えちゃったわ。じゃ、ちょっと次から、あのピンクの蜜を落とした時に、このガラス瓶で吸い取ってみよう。なんかそんな気がするわ。まあ、とりあえずはね、この洞窟繋がってそうだし、もうちょっと奥進んでみようか。スケルトンとか湧いてたってことはね、多分これ洞窟だよな。え？やばい、いる。ちょっと、紫ピクミン！いけー！やめろ！紫ピクミンをいじめるな！うわ、強い！強い！紫ピクミン強すぎる！ありがとう。お疲れ。そして、例の蜜が出てきましたよ。さあ、これは一体、この瓶で回収できるのかどうか、いきます。取れました！はい、来ました！激辛スプレー！これ使うとピクミンたちが強くなるんだよね。よーし！はじ、一回集合！お疲れ。いや、紫ピクミンやっぱ強いわ。いや、洞窟終わりました。洞窟終わりました。あ、待って。あれは、オニオンの柵じゃないか。あれは何色？ピンクだ！ってことは、羽ピクミンのオニオンなんだけど、どうする？紫ピクミンで戦えるかな？とりあえずリスポーン設定はしよう。あ、そうだ。この時のための激辛スプレーじゃないですか。いけ！で、使ってみる！どう？あ、やばい。これ触れてないじゃん。ピクミンが触れれば強くなるんだ。あ、そういうことだ。ピクミンが触れれば強くなるんだ。はい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 。だがしかし、もうここは開けよう、一気に。よし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 。はい。オッケー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 。そして、はい、この激辛スプレー回収。よし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 。あの激辛スプレーさ、どうやったら有効的に使えるんだろう。あ、でもなんか強くなってんな。光ってるぞ。これどのくらい強いんだろう、ずっとなのかな。ほら、光ってる。よし！あとで早速戦ってみよう。はい、まあ、ということで、羽ピクミンのオニオンをゲットしました。オニオンまだゲットできたよな。そしたら白ピクミンだけかな？ラスト。さてさて、じゃあまた引き続きね、洞窟の入り口を探していきますか。あ、ここなんか洞窟っぽいな。行ってみようか。これはどうなんだ？まあ、とりあえず石炭あるから、石炭もらうとして、いや、怪しいな。あ、でもちょっと待てよ。いや、洞窟かもしれないね、これは。まだ諦めてはいけない。これは洞窟かもしれないぞ。はい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 、違います。いやもうね、洞窟諦めましたよ。てかもうね、必要ないと思います、装備なんて。いやだって紫ピクミンが最強すぎるもん。なんで、あとはまだ見つかってない白ピクミンのオニオンを見つけ出していきたいと思います。いい夕日だな。ねえ、ピクミンたち。ほら、見てみ。興味ないのか。あ、待って、これは白だ白だ。ちょっと待って待って、略奪者湧いてないうちに今がチャンス。これラストですからね、皆さん。いけ、助け。よし、来た。オッケー、急いで逃げろ。やばい、でも夜だ。いや、せっかくだから戦おう、ここはね、戦おう。ピクミンたちが強いというところを皆さんにお見せしましょう。この激辛スプレーも使ってね。じゃ、行きます。これ使って行くよ。紫ピクミン、行け。どう強いんじゃない？かなり強いんじゃない？赤ピクミンもいけ！ほらいけ！ナイス！おいよ、おかえり！紫ピクミン！どう？おー！死んでない！お
草刈りしてる、草刈りしてる。いや、草取んなくていいよ。草取んなくていいからね。いや、強いね。この調子で、いろんなピクミンと戦わせてみようか。よしよしよし。キーピクミンもさ、こう燃やせる。そう、敵を燃やせるから強いんだよね。いけー、頑張れピクミンたちも。いろんなピクミン、いろんなピクミン。白も白も。よし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 。青もいっちゃおうか、青も。紫も。羽も。よーし。はい、集合。いや、強っ。さあ、ということで、白ピクミンのオニオン、ゲットいたしました。あ、植わってるね。かわいいな。じゃあ、このように、6種類全部のオニオンをね、仲間にすることができました。てか、なんかさ、紫ピクミンがね、勝手に出てきちゃうんだよ。なんでこれ、呼んでもね、戻ってこないの？なんだ、かわいいけどさ、かわいいからいいんだけどさ、うん。え、だ、だ、どうした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 、あれ、なんか引っこ抜いてないのに、なんか紫ピクミンが、なんかあれなんで引っこ抜いてないのにいるんだけど。どういうこと、なんで野放しになってんの、集合しない紫ピクミンが言うこと聞いてくれないんだけど。ねえ、あれ今、密で一気に紫ピクミン増やしたらさ、引っこ抜いてもないのになんかさ、勝手にうろちょろしてるんだよね。こうすると、なんか、入ってく。どういうことこれ本当に。で、置くと、勝手に出てくる。なーにこれ、ねえ、なんなんこれは。おい。ふんじゃないのよ。ふんじゃないのよ。何してんの君たちは。ねえ、こうやってやると戻る。かわいいけど。かわいいけど、なんなの、気ままだね。気ままだね、ピッピーするピッピー来ない。何してんの。はい、ということで今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価、そして動画の感想をコメントしてください。 SNS は X、Instagram やってますので概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。